はい、どうも不明堂です。今回ですけれども、セレクトボックスで、低スキのツムでですね、一番強いツムを使って、行くという動画になります。まあ、低スキル最強ですね、ツムを使って、プレイをしていくという動画となります。で、まあね、低スキルといえど、ちょっとスキル3でのお話になっています、今回は。はい。まあ、スキル3であれば、4台手に入れれば、スキル3って、誰でも簡単に作れますので、はい。いうことで、まあ、ちょっとね、スキル3とさせてください。まあ、スキル3を持ってるからっていうのもあるんですけども、まあ、それで、行くとですね、最強ツムは、あれ、お気に入りに入れてないパティーン工程であれば、こっちか。あ、いた。アドベンチャーアナですね。アドアナが、まあ、低スキルでも最強かなというところですね。まあ、スキルマックスでもアドアナが最強なんですけども、低スキル、まあ、スキル3であればね、まあ、やはり最強かなというところです。まあ、スキル1で比較するとですね、必要ツム数が上がってしまうのと、あと効果時間がさらに短いということがありまして、多分 1.5 秒とかなんかな。で、くっそ短くてね、ほぼ使い物にならないんで、まあ、そうなってくると、まあ、普通の消去系とかですね、パレードティンクとか、スペースレンジャーバーズとか、あとは、まあ、レミーとか、まあ、ヘラクレス、そっちの方がね、おそらく普通に強いと思います。ただ、スキル3になるとね、まあ、立場が逆転してですね、もうアドベンチャーなのが、強いと思います。が、まあ、ちょっとプレイ時間の長さとか、あとは、まあ、プレイの扱いづらさ、はありますけれども、まあ、ポテンシャルとしては、性能としてはかなり、強いというところになっております。で、スキル3の性能でいうと、必要ツム数23の、効果時間が 2.1 秒なんですけども、まあ、スキルマックスだとね、必要ツム数が20の、確か効果時間が3秒かな。ということで、まあ、3秒でもね、かなり短いんですけれども、まあ、それをさらにね、短くされて、かつ必要ツム数が多いので、まあ、かなり扱いづらいんですね。で、消し方の方もですね、スキル発動中の消し方がね、まあ、スキルマックス、自分はね、変わってきてます。スキルマックスはね、まあ、アナを3消去しまくって、その後に、まあ、クリストフを消していくみたいな流れで消してるんですけども、まあ、スキル3のアドアナに関してはですね、まあ、クリストフかアナで左右を消してからの、中央でクリストフロングチェーンで大消去を狙っていく、みたいな流れでね、プレイしてます。で、大消去し終わった後はもう3チェーン作りまくって、まあタイムボムを狙っていくみたいな形での、プレイ方法をとっております。まあスキルマックスみたいなね、プレイ方法もですね、やってみたんですけども、まあ数プレイしてですね、まあやっぱこっちの方が強いんじゃないかということで、そっちを、取りました。で、まああらかじめ、ね、動画撮ったものがありますので、そちらをまあ見てですね、まあそちらを解説しながら、動画をね、進めていきたいと思います。はい。まあスキルさんのね、動画に関しては、めちゃくちゃすごいかというと、別に特にそういうわけでもなくて、まあスプレイやっただけなので、もっともっとね、上振れればですね、コインもスコアも伸びると思いますけども、一応、まあ、ある程度の、はい、スキル3のプレイになりますけども、はい、プレイの方ね、ぜひ、最後まで見ていってください。それではね、どうぞ。はい、ということでね、今回は、スキル3で、ちょっとフルアイテムでね、やってみました。で、まあね、スコア的にはね、1000万は軽く出るかなと思います。で、こちらサブアカになりまして、まあ、レベルはね、100ぐらいです。プレイヤーレベルですね。で、ツムレベルに関してはレベル5だと思います。で、サブツムに関しても全く育成してないので、スコア的にはね、もっと伸びると思います。はい。1000万どころじゃなくて、なんなら2000万とかも出るんじゃないかとか、そんな感じはしますね。はい。わからないですよ。実際、わからないですけども、まあ、それぐらいの性能はありそうかなっていう感じはします。先ほど言ってた、プレイ中のね、話ですけども、まあ、こんな感じ、左右に消して、かつ、まあ、中央で、こんな感じですね。まあ、ただね、今だと、ちょっと中央にあまりいなかったんで、まあ、3チェーンでも、まあ、25消去してくれたんですけども、そんな感じでね、いつもやってます。
で最後の方本当に切れそうだなっていう感覚が、まあ、何プレイしてかするとですね、つかめてくるので、まあ、そうなった時にはもうクリストフを中央でとりあえず消していくというところですね。そこをやると、まあ、だいぶ勝機も増えるかなと。はい、まあ、タイムオーバーね、まあ、いずれにしても、まあ、狙っていけば出るは出るんですけども、まあ、出なかった時はねかなりちょっとね辛いんですけど、はい、36勝強。大積むありのこの勝強やっぱ強いっすよね。36これだけで2回出てるんで、単純に36 2回勝強したらめちゃくちゃ強いよね。スキル3だからね、しかも。はい、31スキル3で30勝級以上するのですら普通に強いんで、やっぱね他のツムと違って、まあ、性能的にはね抜群かなと。勝級数の性能もまあ圧倒してるかなっていう感じですね。これちょっとね行き過ぎた。多分3チェーンで30時間多分3つ消ししてればもうちょっと消去数伸びたんじゃないかなと思う。今 4つ消しちゃったんでね、消去数あんま伸びなかったですけど、はい、まあこんな感じでとりあえず左右に消していってみたいな感じですね。どうですかこれ、使いこなせますか皆さん。めちゃくちゃ難しいんですよね。効果時間 2.1 秒なんで、自分何回なぞれてるのかな。あれ6回なぞれればいいんかな。スキルマックスとかでも9とかじゃなかったかな。ボムの数で大体わかるんですけど、まあ7回ぐらいですね。いい時多分8とかいけそうな気がしますけども、だいたいそれぐらい稼げ、なぞれるかな。アドアナ、そしたらスキルマックスあとどうなんだろうな。でも、ツムがなくなっちゃうんで、いずれにしても。ツムが落ちきるのを待たなきゃいけないっていう時間も、まあ、スキルマックスだとあるんで。いいですね。タイムボム出てます。29 26、これが必要積む数がもうちょっと低ければかなり強いんですけどね。低スキルでもさらに強くなるんですけど、やっぱスキルがねループしないんですよね。ボム消したところでスキルループしないんで、まあ、ちょっとスキルマックスと比較してもねやっぱりどうしてもね弱くなってしまうんですけど、やらかしてるやないかいと。はい、まあこんな感じで、まあそこまでいいプレイではないですけども、まあ1000万スコアもう普通に、まあ、サブツム育成してなく状態でこんな感じの状況下でも、まあ、全然スコアは出ますし、まあ、コインはねもうちょっと多分4000万以上は出ると思いますので、まあフルアイテムですけどね。はい、まあ、そんな感じで、まあ皆さんもですね、低スキルで持ってる方いましたら、はい、まあ、自分なんかをはるかに凌駕してですね、はい、頑張ってください。ってな感じで今回は、セレボ最強、低スキル最強ツムを使ってですね、まあ、ちょっとフルアイテムプレイをさせていただきました。まあ、引き続きセレボのツムを使ってですね、動画を撮っていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。それではバイ。